はい、行きましょう。夕日の綺麗な、夕日が見える公園に行きましょう。まず。夕日が見える公園、いや、夕日が綺麗な公園、そうそうそうです。行けるかな、はい、今日は大分県豊後高田市に来ています。もう速攻はぐれましたけどね。ちょっと先に1台行って、どうぞもう先に前に行ってくださいね。前行ってくださいね。はい。はい、この、今日はですね、3台でツーリングです。今日はね、前にボックスが見えますかね。平山先生が。平山先生。今日、ビーコムなんで聞こえると思いますんで。全部ダメなとこカットしますから心配せんでくださいね。うわ、今日ですね、もう春にか近づいてまいりまして、平山先生のギルケビックの、ギルケビックですかね。はい。はい。今日はタコ飯を、ゴーサファクトリーさんの、提案で、タコ飯ツーリングということで、よろしくお願いします、今日。この平山ボックスは反射するんですか、夜。あまり反射しませんね。八重ってあるじゃないですか。あれの歴史って何なんですか。大会の会社の平山先生は分からんですか。ですね、八重というのは、最初にこう、家井っていうのを、家井ってするはずだったのが、なんか間違えて、YA って言ったのかな、なんかそんなんなんですよね。歴代バイクは4メーカー全部乗りました？国内の。あと鈴木とか乗ってないでしょ？平山先生も乗ってないでしょ？エンジンはいいんですけどね、なんかあんまり好かれんですね、鈴木のバイクは。もうはやぶさだけが一人歩きしようもんね。いいバイクですからね。この先に休憩するところがありますね。淡島神社っていうところなんですけど、そこに、平山先生のお寺へということで、ちょっと行ってみたいと思います。よろしくお願いします。もうタコ飯食べたくてもね、腹減ってきたからもう。いや、美味しいと思うよ、絶対。
あの、あ、赤牛をこの前食べたって言ってたじゃないですか。あれ、どこに行ったんですか？宮城ですか？駅の近く？あそこ、あの辺って赤牛屋さんっていっぱいあるわけ？昨日ね、朝のその宮地駅っていうところ、駅で降りたら、その赤牛を食べさせるとこがあったから、で、阿蘇神社まで 1.2 キロって書いておったから、この辺なのかなと思って。昼ご飯を食べた後に眠くなるじゃないですか。なりません？そういう時の対処はどうしてます？皆さん。平山先生も眠たくならないですか？なります？たまに。僕もう眠たくなるんですよ、すごい。なんで、いっぱい放送禁止用語を言っております。この中で。こうね、今日ね、皆さんね、撮影用なのか安全運転してますからね。普段こんなこと絶対ないと思うんですけどね。スローモーションなんですか？おかしいな、おかしいな。はい、今2倍速です。3倍速です。さ、大工界のカリスマみたいなのなんかないとあるよね。やっぱやっぱレーサーレプリカをやっぱカモるぞっていうなんかオーラを出しとかないかんですね。いや、そんなバイクでね、行動は勝負するとこじゃありませんので。はい、はい、着きましたね。うわ、これは絶景ですね。久しぶりに来ましたね。うわ、すごいね。じゃあ休憩しましょう。これここ取れたら悪くない？そっちの、ごめんなさい。早とちりですいませんでした。あ、そうですね。平山先生のフロントオークにあったブリヂストンのマークがもう止まらんね。それブリヂストンから支給されたの？あ、買ったの？はい、以上お手洗い Z でした。スタンボルトおしゃれやな。おしゃれ。平右衛門先生のね、接待も終わりまして。あ、
過去川崎が行ってますよ。川崎がボックスがついてます。じゃあ、タコの日ツーリングですね、再開ということで。じゃあタコの日ところまでよろしくお願いします。はい、行きます。平井門先生とね、ゴーサンファクトリーさんと、ツーリングです。今大分県豊後高田市の、淡島神社から、またスタートです。